しなんだな。繋がらないでやめてもらって。これもしかして10分とかないよね。え10分あの夜明けとかそう、これ10分10分走ってるね。確かに7分か8分ぐらいだから10分渓谷やもん。渓谷あっちだから。見たもう過ぎてくる。なんという字だ。確かに稲鉄道のファンなんですよ。あ、よく3分経ってみるね。めっちゃ幽霊ですよ。やだな。めっちゃ幽霊出そうなトンネル通るな、結構。前が怖いんだけど。高いんだよ。あの、赤いのせいで。ああ。こんなトンネル見たか。なんか急にゆっくり。さっき前超走って、早かったよ。カーブかな。あ、なるほど。スギカーブか。え、スギカーブとか、走りすぎて後からこうなっちゃう。いや、どうなんやろうね。後から力がもうなくなっちゃって。何、何あのアンパンも足を使いすぎて力が出ない。ワンパン今行っちゃってもらう。ツインパンパン。ツインパンパンいない。パンが下が怖すぎる。怖いわ。ヨドメロスかな。すげえ、オープンか。持ってる。
ただ車種は分からん。どうだっけ。あ、すげえ、走るの速くなってきた。あらー、じゃああれあれで千葉ゴルフクラブ、ゴルフのためにみんな来てる。いや、さっきあの、たぶん台風の影響の被害があった場所はあった。私ここ通れなかったもんね。そう、だからバス代行があったんやない。すげえな、ほんと運転手と神だわ。なんかほとんどこっち木しか映ってない。じゃあ呼ぶか。まだ養老渓谷がある。歩く一区間、一区間っていうか、二区間くらい撮影するって言ってるよね。中一区間普通に10分撮影しててこれ6分半しか経ってねえよ。だからあと3分弱。3分半たまに火をちょっと撮ってた。今ちゃう。お墓だよ、お墓写しですね。お墓知らんとこにある人は心霊現象みたいな。あれってどうすんだよ、映ってた。え、映ってたらどうすんの。ずらんずらん。シェリナーで流れました。レアだな。ツイッターっぽいな。